こんにちは。美味しいものが食べたいよしです。巷で今、クロワッサンをワッフルのメーカーで挟んで焼く、クロッフルなるものがね、どうも流行ってるらしいですね。ちょっといろいろ調べてみました。それをね、今日はめちゃくちゃ簡単にできる方法をね、やっていきますので、ほんなら1個目開かっ、はい、早速作っていきますよ。こちらね、ワッフルメーカーですね。それともう出来上がったクロワッサン、これを使っていきましょう。はい、まずはクロワッサン真ん中をねちょっと切ってください。手まで切っちゃわないようにしてくださいね。はい、じゃあね、ここへこの油抜き、ゆで小豆ですね、これを、中へ入れていきましょう。あんまりたくさん入れるとね、ひどくはみ出て収集がつかなくなりますからね、ちょっとでいいと思いますよ。味的にもね、これぐらいじゃないかな。はい、じゃあこれを、あ、ちょっと入りきらない、まあいいや少しはみ出しますね。はい、でこれで焼いていきます。はい、なんかね、いい匂いがしてきましたよ。ちょっと開けてみましょうか。わあ、もうちょっといけるかな。はい、微妙にね、なんかパリパリって音がしてきましたね。はい、どうでしょうか。あ、いい感じですね。はい、ではこれをよいしょ、お皿に盛り付けて、はい、完成です。あっという間でしょう。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。いただきます。めっちゃごめん、あく気をつけないと中のあんこがね、溶岩のように熱いですね、これね。これは牛乳が合いそうですね。合う合う。いや、美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。あっあー、美味しかった。まあこれはおやつとかね、まあせいぜい朝食ぐらいかな。なんか朝はね、糖分のあるものを食べた方がいいらしいですよ。脳みその栄養源が糖だそうですからね。朝糖をしっかりとると、一日ね、頭の回転が速くなるのかもしれません。かもですけどね。いろいろレシピを調べたらですねまあ今巷で流行ってますからね、クロワッサンの生地を焼くレシピがねかなり多いんですよ。でっていうか僕が見たのはほとんど生地を焼いてる感じなんですね。それだとね、例えば発酵させるのにすごい時間がかかったりだとか、ましてや生地から作ろうとしたらクロワッサンってすごく大変ですからね。
今日僕がやったのはもう本当に3分ぐらいでできますよね。それこそあの朝ごはんのね、前の晩に買っといたちょっとふにゃっとしてしまったクロワッサンでもね、これ、ワッフルメーカーで焼けばもうパリパリになりますからね。これは、ぜひでもねこれはやってほしいなと思いますね。中はあの別にあんこでなくてもいいと思うんですよ。チーズ挟んでも美味しそうですしね、まあ名古屋らしくね、あんこを挟んでみたんですけどもね、はい、いいなと思ったらぜひチャンネル登録お願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。